お待たせいたしました。福岡ペイペイドームです。福岡ソフトバンクホークス対埼玉西武ライオンズ、この一戦をお送りいたします。ホークスの先発は右のレイ、対するライオンズの先発は右の松本、この両投手の先発が発表されています。さあ、まもなくプレイボールです。右のレイ、マウンドに上がりました。自分のペースで投げることができるかが鍵となりそうです。さあ、注目の立ち上がり、先頭バッターは殿崎。第1球投げました、外れた、ボール。第2球真ん中にストライク。第3球を投げた、インコース引っ張った、切れていきます、ファール。第4球を投げた、ボール。第5球投げた、ストレートはボール。第6球を投げた、打った、痛烈な当たり、ピッチャー返し。その先、いいバッティングを見せました。さあ、ノーアウトで先制のランナーが出ました。第9球初球バント、ピッチャーの右へ転がした、牧原取ってアウト、ランナー二塁に進みました。ホークス先制のピンチを迎えます。第9球ストレートはボール、まずは低め。第2球投げた、ストライク。第3球を投げました、ストライク。ワンボールツーストライク、追い込んでいます。投げました、打った、シュート、下がっていった、取りました。これでツーアウト、ランナーは二塁変わりません。第9球投げました、見送ってボール。第2球、2球目ストライク、投げました、アウトコース低め、ボール。第4球を投げました、アウトロー際どい球、ボール。次が5球目、投げた、ストライク。第6球を投げた、引っ張った、ファール。第7球を投げた、打ちました、いい当たり、ボールはライナーでライトへ、ヒット。2塁ランナー3塁回ってホームに突っ込む、ライオンズ、まずは初回先制、1対0。では先制の場面、映像でご覧いただきましょう。左バッターボックスは5番ウー、背番号39。第9球投げた、高速スライダー、ボール。第2球投げた、打ちました、痛烈、伸びた、伸びていった、入った、ツーランホームラン、白球は無情にもライトスタンドへ。素晴らしい一発にチームメイトも祝福。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。バッターは6番アイト、ライトフィールダーアイト、背番号53。第9球打ちました、引っ掛けた、打球は三遊間へ、アウト、スリーアウトチェンジ。1回の表が終わって3対0、ホークス先制点を奪われています。2回の表、これからライオンズの攻撃に入ります。トップバッターはオグレディ。第9球投げました、高速シンカーはボール。第2球投げました、アウトコース低め、空振り。第3球はストライク、追い込んでいます。さあ、4球目打ちました、ファースト前方のフライになりました、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは8番古賀。第9球ボール。第2球投げました、インコース引っ張った、入るか、入るか、スタンドに入りました、ファール。第3球を投げました、ナックルカーブ、見送ってボール。第4球を投げました、アウトサイド、空振り。さあ、投球は5球目、見逃し三振。バッターは9番鈴木。
第1球投げた、初球打ち流した、レフトの左、ワンバウンドヒットになった。中継、ランナー二塁でストップ。鈴木ツーベースヒットを放ちました。打順は1番に帰って外崎、今日早くも2回目のバッターボックス。第1球投げた、ストライク、いきなり150キロ。さあ次の投球、低めボール。第3球を投げた、ボール。次は4球目、投げた、流し打ち、どうだ、打球はライト右へ、ヒット。二塁ランナーそのままホームへ向かった。ライオンズ1点入りました。4対0、外崎タイムリーヒット。さあこれでツーアウトランナー1塁。左バッターボックスは源田、今日2度目のバッターボックス。第1球ランナー走った、外れた、ボールを二塁へ、これは楽々セーフ、盗塁を許します。インコース低め、ストライク。第3球を投げた、ボール。セカンド牽制球です。タッチはセーフ、二塁はセーフ。打った、一二塁間の当たり、リチャード掴んだ、レイ取ってアウト、スリーアウトチェンジ。2回の表が終わって4対0、レイこの回さらに1点を失いました。ホークス追う展開で迎える2回です。ワンアウトランナー1塁という場面でリチャード、第1球投げました、ストレート決まってストライク。第2球投げました、ストライク。バッター追い込まれました。第3球を投げました、外角低め、直球は外れてボール。第4球を投げました、打ちました、これはいい当たり、さらに伸びていく、ライトセンター見送った、ホームラン、ツーランホームラン、右中間スタンドに突き刺さった。渾身のストレートを完璧に捉えました。チームメイトが迎えます。リプレイをご覧ください。ライオンズこの回はクリーンナップからの攻撃になります。先頭バッターは DH の森、第1打席はサードフライに倒れています。第2球ナックルカーブ見送ってボール、低め。第3球を投げました、打ちました、右中間へ持っていきましたがヒットになります。森2塁を狙う、バッターランナー2塁でストップ。森いいバッティングを見せました。バッターは4番山川、レイピンチの場面でどういう投球をしてくるか。第1球投げた、ボール。ホークスここは引っ張りに警戒します。投げた、アウトロー、外れてボール。投げた、流し打ち、スタンドに入りました、ファール。ホークスここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。次が5球目、打ちました、セカンド右抜けるか、アウト。ホークスなおもピンチが続きます。先ほどツーランホームランを放っているウー、第1球初球はストライク、まずは入れてきました、初球ストライクからボール。第3球打ちました、次は4球目、投げた、ボール、外へ。第5球投げた、打った、ファール。第6球を投げました、ボール。第7球を投げました、三振。バッターは6番アイ、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。外れた、ボール。第2球投げました、見送ってボール。投球は3球目、投げました、打ちました、一塁線いい当たりですが右に切れていきます。第4球を投げました、決まってストライク。第5球投げた、打ちました、三遊間の打球、一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。ライオンズサードランナー残塁、3回の表が終わって4対2です。試合はこれから中盤4回に入ります。この回のトップバッターはオグレディ、第1打席は内野フライに倒れています。第2球投げた、打った、ピッチャー返し、抜けた。オグレディナイスバッティングです。先ほどのプレーです。
右バッターボックスは古賀。これが2度目のバッターボックス。第1球投げた、初球送ってきました。サードから一塁送球、アウト。ランナー二塁に進みました。ワンアウトランナー二塁に変わります。第1球初球高速シンカー空振り。第2球直球見送ってストライク。簡単に2ストライクと追い込んだ。投げた、打ちました。第4球を投げた、ボール。次は5球目投げました、ボール。第6球を投げました、打った。レイボールを掴んだ、一塁送球セーフ。一塁はセーフ。さあリプレイです。ここまで2安打の殿崎。第1球投げました、初球を打ちました。レフトフライ、飛距離は掴みました。ランナーそれぞれ自分の塁に戻ります。左バッターボックスは2番源田。第1球投げました、初球流し打ち、切れていきます、ファール。第2球投げました、ボール。第3球を投げた、打ちました。第4球を投げた、外角高め、ボール。第5球投げた、外れた、ボール。投球はこれから6球目、打った、セカンド、これは守備範囲内、アウト。スリーアウトチェンジ。レイワンアウト一塁二塁のピンチでしたが、なんとか踏ん張りました。4回の表が終わって4対3です。ホークス追う展開で迎える4回です。ノーアウトランナー一塁という場面でリチャード、今日2打点を挙げています。1球目ストライクから。第2球打ちました、痛烈、入れば逆転だ、いった、入った入った、ホームラン、逆転、ツーランホームラン。2打席連発、ストレートを完璧に捉えました。リチャード、ここぞの場面でこの一発。今チームメイトが迎えます。こちらが先ほど逆転のシーンです。ライオンズ、この回はクリーンナップからの攻撃になります。先頭バッターは指名打者森。第1球打ちました、ホークス、ここは引っ張りに警戒します。打った、ライトへのフライだ、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは4番山川、今日3打席目。第1球投げた、ストライク、148キロストレート。初球空振りから、ボール、インコース高め。第3球打ったに当たりだ、ピッチャー返し、一塁へ送る、アウト。山川いい当たりでしたがセカンドゴロに終わっています。これでツーアウト、ランナーありません。打ちました、引っ掛けた、フラフラと上がった、リチャードバックしていった、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。レイ見事ライオンズ打線を抑え切りました。5回の表が終わって6対4です。ホークスリードで迎える5回です。ツーアウトランナー一塁という場面でリチャード、今日4打、初球打ち、引っ張った、スタンドに入りました、ファール。初球ファールから投げた、打った、引っ張った、スタンドに入りました、ファール。第3球を投げました、ボール、外角高め。投球これから4球目、打った、これはいい当たりだ、打球はそのまま伸びていく、一塁ランナー二塁を回った、リチャードツーベース。さあチャンスを広げました。ライオンズ追う展開で迎える6回です。バッターは栗山。第1球投げました、初球打った、ピッチャー返し、抜けた、栗山いいバッティングを見せました。左バッターボクサー7番オグレディ、投げました、内角低め、ボール。第2球投げました、アウトコース低め、外れてボール。第3球を投げました、決まった、ストライク。第4球を投げた、ボール、投げた、打った、痛烈な当たり、センター下がった、掴みました、中継、ランナー1塁に戻ります。
これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。第1球高速シンカーはボール。第2球投げた、高速シンカーはボール、外角低め。投球はこれから3球目、見送ってボール。第4球を投げた、打った、強い当たり、入れば同点だ、伸びた、伸びていった、ホームランだ、ホームラン、同点ツーランホームラン。白球は無情にもスタンドへ、ストライクを取りに行ったところをやられました。チームメートが迎えます。今の同点のシーン、リプレイでご覧ください。左バッターボックスは9番鈴木。第1球投げた、打ちました、あっと引っ掛けた、当たり、そこでのセカンドゴロ、アウト。これでツーアウト、ランナーありません。打順はトップに帰って殿崎。第1球投げました、初球高速スライダー空振り、タイミング合いません。第2球ボール。第3球打ちました、次が4球目、投げました、ボール。投球これから5球目、打ちました、あっと引っ掛けた、シュート、交代、スタンドに入りました、ファール。さあ6球目投げました、追っつけて打つ、ファールボール。投げました、打ちました、右中間へのフライ、ヒット、ボールが転がる、外崎、一気に二塁へ、外崎ツーベースヒット、ホークスピンチを迎えます。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。レイ降板、右の藤井、一打負け越しのピンチで登板です。今日は頼もしいピッチングを見せてくれるのか。第1球打った、流し打ち、ぐーっと伸びて左に切れていきました、ファール。セカンド牽制、二塁タッチはセーフ。もう一回セカンドへ牽制球。第2球インロー際どい球、ボール。投球はこれから3球目、外れた、ボール。第4球を投げました、見送ってボール。投げた、空振り、150キロのまっすぐ。さあ6球目打った、ショートの右、一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。リプレイをご覧ください。6回の表が終わって6対6、ホークスこの回2点奪われ同点とされています。試合は終盤7回に入ります。先頭バッターは DH の森。第1球投げた、ボール。ホークスここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。低めのボール引っ掛けた、牧原下がっていった、右中間へのフライですが取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは4番山川。第1球投げた、初球スライダー空振り、少し意識しすぎたか。第2球投げた、変化球ストライク、インハイへ、これで追い込みました。第3球は外れた、ボール。投げた、打ちました、藤井取った、ピッチャーから一塁送球、アウト。山川いい当たりでしたがピッチャー正面、これでツーアウト、ランナーありません。ストレートはボール。投げました、直球ストライク、伸びのあるストレート。第3球を投げました、スライダーボール。第4球を投げました、インコースのボール左へ、三塁線フェアだ。中継、ランナー二塁でストップ、うーツーベースヒットを放ちました。ホークスピンチを迎えます。先ほどのプレーです。先ほどヒットを放っている栗山、大きな声援が届いています。投げました、1球目ストレート空振り、伸びのあるストレート。第2球投げました、見送ってボール。第3球を投げた、打ちました、いい当たり、ライナー破った、レフトバックホーム、
栗山ナイスバッティングです。ホークスなおもピンチが続きます。ライオンズ代走を起用します。山野辺一塁に入りました。バッターは7番オグレディ。ホークス一打負け越しのピンチを迎えています。見送ってボール。第2球ランナースタート。キャッチャー二塁へ送球。二塁はセーフ。ランナーを進められてしまいました。投げたストライク。次が4球目。投げた外のボール引っ掛けた。ライト前進掴んで、これで3アウトになります。さあリプレイです。ライトスタンドから今たくさんのジェット風船が放たれました。ホークス勝ち越しのチャンスです。ツーアウトランナー二塁という場面でリチャード。今日はこれはいい当たりだ。いったー、いった、入った入った、ホームラン、ツーランホームラン。リチャードなんとこれが今日3本目。初球をうまく捉えました。ホークス勝ち越し8対6。素晴らしい一発をベンチも祝福。勝ち越しの場面映像でご覧いただきましょう。藤井降板。ここでマウンドに上がったのは津森。今日3人目のピッチャーとして登板です。期待しましょう。注目の投球です。第1球投げた。初球空振り、伸びのあるストレート。第2球投げた、またも空振り。これで追い込みました。第3球を投げました。1つ外した、ボール。第4球はストレートはボール。投球これから5球目。打ったに当たりだ。ピッチャー返し、抜けた。小賀いいバッティングを見せました。バッターは9番鈴木。今日はここまで3打数2安打。決まってストライク。まずは決めてきました。第2球投げました、ボール。第3球を投げました、ストライク。ワンボールツーストライク、追い込んでいます。投球これから4球目、ボール。さあ5球目、ボール。第6球を投げました、外角高め、見逃し三振。バッターはトップに返って殿崎。ここまで3安打。第1球スライダー決まってストライク。第2球投げました、打った。牧原ボールを取る、二塁へ送る、二塁フォースアウト、セーフ。ダブルプレーはなりません。これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。第1球投げた、初球外れてボール。第2球投げた、スライダー見送ってストライク。第3球を投げた、スライダー空振り、タイミング合いません。第4球を投げた、打ちました。しかし打球に伸びがありません。スタンドに入りました、ファール。投球これから5球目、打ちました、ファールボール。第6球を投げた、打った、痛烈な当たり、レフト取って、これで3アウト、チェンジ。ライオンズファーストランナー残塁。8回の表が終わって8対6です。つもり降板。そしてマウンド上はクローザーモイネロ。今日4人目のピッチャーとして登板です。ライオンズ打線相手にどういった投球を見せるのか。第1球投げました、ボール。第2球投げました、縦のスライダー空振り、投げました、打った、ファール。追い込んで投げました、打ちました、ファースト左への打球、アウト。モイネロ取ってアウト。これでワンアウト、ランナーはありません。第1球投げました、初球打った、ボテボテのファーストゴロ、アウト。モイネロ取ってアウト。さあいよいよあと1人。第1球投げた、低め外角ストライク、キレのある変化球。第2球投げた、見送ってボール。第3球を投げた、低めストレートは外れてボール。
第4球を投げた。打ちました。打球はショートの右、一塁送球アウト。試合終了。ホークス見事勝利を収めました。ご覧のように福岡ソフトバンクホークスが勝ちました。本日の勝ち投手藤井、負け投手堀脇。さて本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。本当に今日は2人とも大活躍でした。